フランソワ・ブーシェの1742年の絵画、ディアーナの水浴、ルーブル美術館所蔵。ディアーナあるいはディアーナは、ローマ神話に登場する、狩猟、定説と月の女神。ユーピテルとラートーナの娘で、アポローンの妹とする説がある。新月の銀の弓を手にする処女の姿が特徴。日本語では長母音記号を省略してディアナとも呼ぶ。英語読みダイアナでも知られる。 ギリシア神話ではアルテミスに相当する。南イタリアのカプアとローマ付近のネミコ湖畔のアリキアを中心に崇拝されていた。オーガスタスセントイコール号によって作られたディアーナ像。メトロポリタン美術館所蔵。古くから月神ルーナと同一視されていたが、元は樹木の神であったとされ、農民に信仰されたために特に人間に対する多産の神となった。 アリキアでは森の神ウィルビウスと共に祀られており、その神官職はその森の木の枝を折り取った奴隷が神官と決闘し、その神官を倒した奴隷に代々受け継がれていた。また、比較的古くからギリシア神話のところ女神アルテミスと同一視されており、セレーネー、ヘカテイとも同一視されるようになった。ヘカテイと同じくトリビアがディアーナの形容語である。 また、アリキアで祀られていた、ディアーナは、タウリスで祀られていた、人神獄を求めるアルテミスと同一視され、ウィルビウスは、アスクレーピオスによみがえらされたヒッポルトスがその名を変えたものと解釈されていた。ベルギリウスによるアエネイスの中では、ディアーナは三つの顔の名を持ち、天ではルーナ、地上ではディアーナ、地下ではプロセルピナであるとされている。また、マイケル・ドレートンの鹿、 ザマン・イン・ザ・モーネでは、三つの姿のディアーナを賛美する、記述があり、天国では月光を司る、ポイベー、地上では、定説を司るディアーナ、地獄では魔術を司るヘカる幾として、天国、地上、地獄という三つの世界を支配するとしている。ディアーナの神話は、他のローマ神話の神と同じく、ほとんどがアルテミスのものであり、独自の神話はない。 10世紀のキリスト教の法規書では魔女たちの女神はディアーナとヘロディアスであると書かれている。中世ヨーロッパの各地で夜間に異教の女神であるディアーナに導かれて野獣に乗って寄港する女たちの話が伝えられていた。1889年にチャールズ・ゴッドフリー・リーランドが発表したアラディアあるいは魔女の福音ではディアーナが 原初の月の女神として登場しており、光の神ルシファーとの間に生まれた娘、アラディアを地上に使わし、受難する抑圧された者たちに迫害する者に対して、魔女術によって対抗することを教えたとされている。ありがとうございます。